エドワルド・チリーダ・ファンテギは、スペイン・サン・セバスティアン出身の彫刻家。バスク人。鉄や石、テラコッタなどで、中小彫刻を多数制作した。特に、規模の大きい屋外彫刻作品が知られており、スペインをはじめ欧米の各地にチリーダの作品が、設置されている。1924年、ギプスコア県サン・セバスティアンで、父、ペドロ・チリーダと、 母カルメン不安定の間に生まれた。エドワルドは、祖,祖父母が経営するビアリッツホテルの近くで幼少期を過ごした。大学入学前には、地元のサッカークラブであるレアルソシエダでゴールキーパーを経験した。1943年にマドリード大学に進学し、建築を専攻、1946年まで在学した。 しかし23歳だった1947年には芸術を志して建築の勉強を放棄し父親の友人が経営する彫刻工房での仕事を経て1948年にはパリに移住してアトリエを構え石膏や粘土による制作を開始した結局彼は大学の学位は取らなかったが代わりに美術のプライベートレッスンを受けていた 1948年から1950年まではパリに住んだが、1950年にフランスのビレンヌスイコールボアに移り、1955年までそこに住んだ。また1950年にはピーラー・ベルズンスと結婚し、1959年にはキジさん、セバスティアンの近くに戻って、京構えた。1971年には、 ハーバード大学の客員教授を務め、1984年にはチリーダ財団を設立した。2002年にエルナニの自宅で死去した。ベルリン・チリーダの初期の作品は、共像などの人物をモチーフにした作品が中心であった。しかし、後期の作品は、多くのモニュメント作品など、より巨大でより抽象的な作品となる傾向があった。チリーダ自身は、 抽象的というレッテルを貼られることを拒み、リアリストの彫刻家であると自称していた。バスクに戻った1951年以降、チリーダは以前使っていた石膏での制作を止めた。スペインの伝統的な断鉄技法による金属を用いた作品の制作をはじめ、具象性を排した純粋抽象に個性を見いした。1954年から1966年に、 かけては夢の金とこと題された一連の作品群を制作している。1960年代半ば以降には土やコンクリートや紙など様々な素材を用いた作品の制作を開始し、1965年からはアラバスターを用いた彫刻の制作も始めた。またチリーダは酸化による赤錆を用いるために金属作品に合金をよく使用していた。 またチリーダは、1959年から、ホルヘギリエンの著書の挿絵など、エッチングやリトグラフ、木版画の作品の着想も持っていた。1950年代前半からは、サンセバスティアンのラオンダレータ海岸で、風の串の制作を開始し、25年後の1977年に、完成した。1990年代に、チリーダは、自作を展示するための場を、 サンセバスティアン郊外のエルナニにもけた。2000年にはチリーダの作品などを展示するための屋外彫刻公演としてチリーダレク美術館が開館した。財政的な理由によりチリーダレク美術館は2011年1月に休館した。チリーダは1949年にパリ市立近代美術館に初期の作品を展示した。 初の個展は1954年にマドリードの美術館で行い、100点以上の作品を出展した。また、国際的な展覧会にも多数出品し、ベネツヤ・ア・ビエンナーレやピッツバーグ国際展、ドクメンタなどにも出品している。そのうち1958年のベネツヤ・ア・ビエンナーレでは、彫刻大賞を受賞し、1964年のピッツバーグ国際展では、 カーネギー賞を受賞し、1978年のドクメンタではメロン賞をミレム・デ・クーニングと共に受賞している。1991年には高松の宮殿下記念世界文化賞彫刻部門を受賞し、1993年にはアメリカ芸術文学アカデミーの名誉会員となった。初の開古展は1966年にヒューストン美術館で行われた。 その後もナショナルギャラリーやソロモガールのンハイム美術館、ソフィア王妃芸術センターなどで大規模な開顧展が開かれている。また、日本では2006年に神奈川県立近代美術館で開顧展が開かれた。ありがとうございます。